カナダさん、あんま怒んないかもしれない、そう思うと。俺は怒ってるわよ。なに？どうしたんで、新年早々怒っちゃって。怒っちゃって。どうしたの？あら、まあ、怒っちゃったの？みんなってさ、赤ちゃんになりたい時あるよね。あるよね、みんな。普通に。僕はね、みんなね、あると思ってるよ。なんかさ、あのさ、男の子でも赤ん坊になりたい時あるよな。カナダソもあるし、なんなら。でしょ。なんか赤ちゃんになりてーって思う時あるもん。とく、え？嘘でしょ？ないの？こんなにないがいると思わなかった。なんかショックなんだけど、僕。みんな赤ちゃんになりたいんじゃないの？人類みんな赤ちゃんになりたいと思ってた、僕。そんなことないのか？勘違いなのか、僕の。で、人類みんな赤ちゃんになって、なんかバブってなって、もうよちよちみたいな甘やかされたいものだとばかり思ってたんだけど、違うんか？そう。カナタンの赤ちゃんになりたい。おめえ、キモ！おめえ、キミャイよねえ。まあ、でも、もうしょうがないか。甘やかそうかな。いや、でもちょっと悩むとこだな。もうこういうのって逆にさ、キモいって言われたいのかもしれないしな。はしご外すの草。だって、カナタソの赤ちゃんって言われたらなんかキモいやん。なんか気持ち悪いやないか。推しの子。キミカナタソ子供産まねえよ。いらねえよ、子供。やめなさいよ。本当に。君たちはそれ新年早々こんな可愛らしいさ、ボンキュボンのさ、女の子のさ、配信で言うことなんですか、あんたたちは。ここがね、僕の配信じゃなかったらね、消されてる可能性は消されてんぞ、おめえら。いいのかい、消えても。存在が。消されるよ、お前、消えるのか、これぐらいにしよう。